2011年3月に二子玉川再開発事業が竣工予定です。その第1弾として飲食店や物販店などが入った2つのモールが明日オープンします。開発事業の施工面積はおよそ 8.1 ヘクタールで、民間が行う再開発事業としては日本一の規模となります。東急電鉄や東急不動産が進める再開発プロジェクト二子玉川ライズは2008年に本格的にスタートしました。住民の皆さんが街を良くしていこうという自分たちでその発案しましてですね、新しい時代にふさわしいですね街づくりということで再開発事業が立ち上がりました。二子玉川ライズは駅の東側を中心に商業施設やオフィス、高層マンションなど5つのエリアから構成されています。このうち明日オープンするのは飲食店や物販店が入った2つのモールで、以前からこの近くに店を構える地元の店舗などが入っています。5つのエリアのうちホテルなどが入る予定の中央エリアを除いた4つのエリアは2011年3月に完成する予定です。区では再開発事業のほかにインターネットや映像制作関連の企業が増加していることから、二子玉川をデジタル映像コンテンツ産業の集積地とする予定です。実現されれば二子玉川は都内でも有数のビジネス拠点として注目されそうです。